さあ、あ、250人ありがとう。ちょっとくーちゃん、くーちゃん連れてきて。今日はスペシャルゲストに登場してもらいたいと思います。今日実家なんですけどはい、おいで。あ、違うじゃん。はいはい、渡辺くらさんです。今ちょっとね、おやつをおやつが食べたくて仕方なくてあげます。皆さん、くーちゃんですね。くーちゃんです。渡辺くららって言います。ワンワン、そう、塩対応でした。相変わらずの。くーちゃんが来てくれました。ちょっとじゃあ皆さんに復習タイムをしてほしいなと思います。復習タイムする？ね。復習タイムしようね。しようね。じゃあこっち向けるかな？はい、皆さん。こっちか。皆さん。くーちゃんですよ。復習タイムしましょうね。はいはい、塩対応見て、くーくー見て、くーちゃん待って、これ見て、これショールームっていうの、わかる？ショールームワン、はい、みんな今だよ。うん、復習です。あ、あーふん言ってますけども、できた？みんなナイスショット撮れた？どうですか、スクショ撮れました？ちょっと待って、あ、まこっちゃん、東京タワーありがとうございます。ありがとう。なんかうちのお母さんがありがとうって言ってます。目の前にママいるんですけど、で左前にはお姉ちゃんがいて、ママがなんかありがとう言ってます。あ、まさかずさん、だるま500個すごい、ママがすごいってありがとう、嬉しいね。ねえねえどうです、あのクートのスクショ撮れました？私やっぱちゃんと撮ってほしい。ちょっとだけ待ってて、お水飲んでて、ごめんね。よいしょ、連れてきたよ。はい、みんなスクショ、取れたって言うんだ。スクショ、スクショして、スクショ可愛い。ちょっと待って、クーちゃん、クーはいつでも可愛いからいいよ。コウメちゃんも漏らして、ちょっと待って。ということでくーちゃん呼べず、じゃあ今日もテロップ、アイスクリームありがとう。じゃあ今日もそのスクショとともに、あのぜひツイッターで拡散してください。今日はすっごい可愛い犬と可愛い女の子がショールーム配信してるよって言ってね、拡散してください。本日だって、ほ、クーの毛が鼻の中にかゆい。見てください、これクーちゃんのおやつ。クーちゃんはおじいちゃんなので目があんまり見えてませんですが、この匂いにつられて今目の前にやってきました。わあ、ということで、じゃーん、じゃーん、ごめん、耳ぶっ壊れたって、吠えないでごめんね。はい、あげるからね吠えちゃったそう、くーちゃんね、意外と声低いの、低いでしょ
今水飲んでたもんね。やばい、おやつ見つけてしまった。じゃあ今からクーにこれをあげたいと思います。ダメだよ。じゃあクーちゃんどっちか当てるゲームね。一回ちょっとクー一回乗って。あ、落ちちゃった。はい、タン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 、どっちだ。今ここにあります。どっち、おいこっち、ワンじゃない、どっちがいいんじゃ。こっち外れ、外しました。二択、この犬鼻も悪いですはい、あげるあげるね、ごめんね。よしよし、めっちゃクーちゃんね吠えてたじゃあもう一問。クリケンさんいっぱいハートありがとう。じゃあはい、このお菓子をどっちに入れたかクーに当ててもらいたいと思います。トン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 、どっちだ。はい、どっち。またまや外しました。この犬鼻効きません。あげるダメだねこの子。はい、もう終わったよ。クーちゃんねクーちゃんね鼻悪いんですよ。鼻だけはいいはずなのに。あ、ねえ見て行ってしまった。今日抱っこ嫌いな日らしい。やばい、くーちゃんの、くーちゃんの毛が鼻の中に入った。鼻がかゆい。聞こえますかこの鼻息くーの聞こえる、聞こえますか。はい、ごめんね、私がおやつ持ってるからね。じゃくーちゃん、はい、わかった。ちょっと見えないんですけど、今からお手と伏せとタッチします。お座り、あ違う、お座り、そうそうそう、いいね、お手、はい、おかわり、タッチ、違う違う、こっちまで、タッチ、こっちのタッチは見える、くーちゃんタッチ、あのね、今ちゃんとタッチしたんですけど、見えた、見えたかな、かわいいの、かわいいんだよ、めっちゃ。ちょっとさ、これさ隠してて、ここにあるとさくーちゃん来ちゃうよし、よいしょよいしょ、あー待って、一回抱っこして、抱っこ、あー悲しみ。じゃあもう一回お手違う違う違うじゃん、お手、はい、おかえり、ケッチはい、どうぞ、あげるよ見えなかったシュールでしょ。見て、くーちゃん抱っこできる、よいしょ。今日一緒に寝たんだよね、くーちゃん。夕寝したもんね、一緒に寝てた、一緒に、くーちゃん寝てた、あ、寝てない、あ、寝かねちゃったいなくなっちゃった、くーちゃん寂しい、くーちゃん今日もいない、せっかく実家帰ってきたのにくーちゃんいなくなっちゃった、寂しいじゃーん、くーちゃんの尻尾見て、見える、ちょっとごめんごめん、見せてあげて、みんなに見せてあげてくれ、今日私の予定では、私の予定ではくーちゃん抱っこしてゆっくり配信する予定だったんですけどこんな予定じゃなかったんですけど、今日なんかちょっといやらしい出演してくれない、待って、この配信やばすぎない悲しいよ
まあくーちゃんは私が小学2年生の時にお家に来てくれたんですけど、もうね12歳だもんね、くーちゃんね。で12月22日に13歳になるんですけど、今日ちょっと出演ドタキャンされました、くーちゃん。そうくーちゃんね、塩対応なのすごいめっちゃファンの人笑ってるってコメント来てるそう永遠の片思い、おいでくーちゃん、こんな悲しいことありますか。私が餌を持ってないってことを鼻息で確認しいなくなりました。改めまして、本日のゲストスーパーガールズの渡辺クララさんです。イエーイ、ドゥンドゥンドゥン、イエーイ。くーちゃん、くーちゃんだよどうです、かわいいでしょ今日ちゃんとほら今いいよ、お母さん、くーちゃんそっちじゃ、ほらそっち、あーほらどうしたはい、ごめんね、もういいよ、解放してあげるよ。ちょっと興奮しちゃったくーちゃん、こんな悲しいことないよ、嫌みたい、ごめんねくーちゃん。はい、ということで、くーちゃんを飼ったのは小学2年生だったんですけど、ありがとう時間みんな教えてくれて。その時はパパが犬を飼うのが反対派だったんですよ。で今ちょうどいるお母さんとお姉ちゃんと私の3人で、お兄ちゃんが野球の試合で遠征に行ってたんですよ。その隙にパパと一緒に、ね、行ってたんですけど、その隙にペットショップに行き、くーちゃんを飼って家でパパとお兄ちゃんが帰ってくる正座して待つ。で帰ってきたら、すいませんっつって、ゲージの前でね、犬飼っちゃいましたっつって、で、まあ、結局飼っちゃったもんはしょうがないっつって許可くれて、結局一番可愛がってくれたのパパだったよね。ちゃんと毎日クーに話しかけてお世話してます、クーちゃんの。そう、無許可で飼ったの最初はね。そう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 、どうしても飼いたかったんだよね、あの時ね、犬がね。自分が小学2年生で、お姉ちゃんが小4ぐらいの時で、そう無理やり買いました。でもね、最終的にはもう我が家のアイドルで、もう今12歳なんですけど、次13歳、結構長生きしてくれるので、すごい。そうパパ優しいんですよ、なんだかんだ言って、うん。あ、コムパパ可愛いってお父さんだし、あ喜んでるパパ、うん。くーちゃん描きました、せーの、じゃーん、くーちゃんです、くーちゃんです、くーちゃん、はい、どう、くーちゃん似てますか皆さん このくーちゃんはポイントはですね、この尻尾になるんですけど、くーちゃん、もう1ヶ月前ぐらいに、サマーカットしに病院に行ったんですよ。でその時に他の毛は結構飼ったんですけど、ここの尻尾だけはふさふさを残して、こうスリムからふわってなるようなライオンカットというものにしまして、あ、こちらトイプードルではございません、ミニチュアダックスフンドになるので、皆さんご間違いなくお願いいたしますね。はい、こちらミニチュアダックスフンドの渡辺クララくんでございます。あ、男です、くーちゃんは
ちゃんって土の子だったんだね。でこらこら犬や犬え、頭の形状すごいかな。横向いてる、横顔ですよ皆さん、横顔だよ。足はね4足歩行4本です。そう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 、結構近めだねこの足ね。4本はい、なんか生え方が立ち並んじゃったんですけどくっついてないですよ。くーちゃん、くーちゃんの足は結構ね。あ、私ちょっと赤ペンで、赤ペン先生ここから絵の授業が始まります。こちらね、あのね、この足、ここが良くなかったかなって今自分でも反省してます。こちら、こう書いた後にもうちょっと離した方が良かったね、きっとね。こういう感じかな。4本立ち並んでます、足が。赤ペン先生どうでしょう、赤ペン先生、渡辺公明の赤ペン先生どうでしょう。じゃあ次のお題いきましょう。私結構美術の授業好きだったんですよね次は何がいいかな。可愛い、分かってるね、ルガキオさん分かってらっしゃる。クイちゃんに謝れてめっちゃ面白い。鈴の音ですね。鈴の音の正体はクーちゃんです。あ、ありがとう、ほっちー、クーちゃん、りょうとさん、あ、きぬがわさんもありがとう。はいで、はいで、はいで、来たの、行かないね、お尻じゃない、ちょっとダメだ、おいで。今またお兄ちゃんの方に行っちゃいました。いや今日はちょっと強敵がいるんですよ家に。あのくーちゃんお兄ちゃんのこと大好きなんですよ。で抱っこ基本嫌いなんですけど、くーお兄ちゃんの抱っこだけは許すんですよ。で今ちょっとね、今ちょっと今なでなでしてもらってるのでちょっと来ないなね、えこういう時来ないんですよ、もう本当に。え、見ました、私のインスタとツイッターの動画見ました。あ、サリさんありがとう。見た人いる、見た人、おやつを使ってもクーは来てくれません。おいで、抱っこに、抱っこさせて。はい、皆さんこんにちは、我が家のアイドル渡辺クララさんでございます皆さんこんばんはって、あ、こちらご挨拶は、ああ今日もダメですね、ダメダメ、倒さないで。我が家のアイドル、やっぱね、あのちょっと出演時間ちょっと短めなんですけどね、そう嫌がってたね、そうなんだよね、ちょっと凶暴ではないんですよ、全然凶暴ではないんですけど、あのとにかくカメラが大嫌いなんですよね。くっちゃんおいで、抱っこは、くっちゃん抱っこ好き、抱っこ、いやだって怖いうって言われた、怖い怖い怖いね今日くーちゃん、ごめんね。そうカメラ嫌いなんですよ。でもまた何とかしてでもクーを出演させてるつもりなので待っていてください5秒以上は有用らしい。あ、皆さんこれ知ってますか、クーが来た見えますか皆さん、クーはお菓子が大好きです。こういう時しか来ません。なんだと思うクーちゃんこれ。これなんだ。そんなに嫌がらなくていいじゃん。いろいろ騒がしいようですいません、もう。ごめんね。私が食べるよ。
これ、メイプルのメイプのあメイプルのクッキーなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。東京駅で売ってます。あ、そうそう、東京駅で買うって。ちょっとね、これ犬は食べれないやつで、うん、これで、こっちで行っちゃった、食いたい。本日は何としてでも渡辺クラーさんをこのショールームに私は出したいと思っております。なので待っててくださいね、くーちゃん。来ました、聞こえますか皆さん。ちゃね、くーちゃんね、ね、くーちゃんタッチを、じゃあくーちゃんタッチ。しかとつらしかとです。くーちゃんを待ってる人がいっぱいいるんだよ。皆さんこんにちは、スーパーガールズの渡辺クララです。よしよし、くっちゃん、なんか今いい感じだから写真撮ってください皆さん。スクショ、イエーイ。あ、そろそろもうお時間だそうで、くっちゃんね、お腹空いてる今。ガムシ、今お兄ちゃんが目の前に来てね、お兄ちゃんを見つけて吠え出しました。抱っこしてほしいのかな、お兄ちゃん。はあ、ちょっと今日のクララさんはあれですね、さっきちょっといい感じだったよね。でもね、いい感じだった。ちょっとコメント読んでみよう。あ、かわいいって、ほら、かわいい、かわいいって、かわいい、かわいい。あ、よかった、かわいいって。でもね、くーちゃん今日ね、お兄ちゃんがもうちょっとお家を出ちゃうらしくて、スクショできた？じゃあ今度ください、今度っていうか終わったらください。できた、今日のくーちゃん。どうですか本日のクララ。足が短めなんですね、くーちゃん。ゾウみたい。これさ、いつかさ、視聴者プレゼントしたいよね。めっちゃ見てくれてるさ、うるさいうるさい。くーちゃん、おじいちゃんの靴してさ、まだ元気なわけ。改めまして、配信を見せてくださった皆さん、ありがとうございました。今日はね、くーちゃんが今ちょっとこう寝ぼけてるんですけど出てくれて、やだね、だっこ嫌いだもんね、ごめんね。はい、最後にちゃんとくー見せれてよかったです。はい、くーちゃん、くーちゃん、おいで、おいで、おいで、なでなでするよ、おいで、おいで。今実家なんですけど、私、ふいちゃんが来てくれた。よし、ふいちゃん今日ね疲れてんだよね、ちょっとね。よいしょ、うん、ふいちゃんでーす、我が家のアイドル。今日ハーハーしてんだもんね、ふいちゃんね。ごめんごめん、はい、ごめんね、ありがとう。どう、今日いい感じだよね、くーちゃん。おお、どうしたどうした。アイスに吠えてます。どっちもダメだ、食べられない。空き時間にちょっとだけ熱くて、でスポーツドリンクを飲んだんですよ。で、無意識に私キャップ捨てちゃって、まだ一口しか飲んでないのにキャップ捨てちゃって、だからその後も飲みきらなきゃいけないから、
握手会でめちゃくちゃ飲んだ。おお、びっくりした。めっちゃびっくりした。もうびっくりですけど全然可愛くない。今のびっくりした動画欲しいわ。もうワイルドだろ。ほうほうほう。ね、そうでも結局飲み切れたからいいんだけど、ん？あ、スクショタイム欲しい。スクショタイムしよう。クッ。スクショタイムしたいな。何がいいかな。くーちゃんおいで。ん、さあ皆さんスクショタイムをしたいと思います。はい、こちら今スクショタイム中でございます。ちょっと近くになるか。ご飯をあげないとクーは写真に写ってくれません。あ、取られた。全部取られてしまいました。あ、ということでバイバイ。わくちゃんバイバイ、また見てね。バイバイ、今日もありがとうということで行ってしまいました。本日のゲスト渡辺クララさんでした。皆さん盛大なる拍手をお願いします。ありがとうございました。ということでありがとね、くーちゃん。皆さんこんばんは。実はですね、今日は仙台に帰ってきました。お、ソリーさんたくさんありがとうございます。アイスクリームいた。今日は実家ということでこの子もいます。くーちゃんです。わー、今ちょっとくーちゃんをさ、そっち向けて、イエーイ、ね、今日久しぶりに、ちょっと今日はくーは穏やかめですね。あー、ごめん。さあということで本日は、あ、なんかあの実家からの配信なんですけど、今日あの目の前に私のお兄ちゃんがいまして、お兄ちゃんがどうしてもね、登校支援は音を出してみたいということで、音消せず交渉失敗ということで、あの今日はネット登校支援とともにお送りしたいと思います。ね、育英負けちゃったみたいで、ちょっとリアルタイムで、ね、おー、びっくりした。お母さん、リアルタイムで、ね、今お母さんにお母さんに向かってくーちゃんが吠えてるんですけれども、はい、あまり本杯とか食べないんで久しぶりに見たんですよ。そう、あ、たくさんありがとうございます。くーちゃんスクショタイムしよう、一緒に。よいしょ、はい、今スクショタイムです。皆さんスクショしてください。イエーイ。スクショ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 、はい、クララさんが限界なのでスクショタイム終了でございます。この犬なんかおもろいねって。ちょっとねビビリ犬です、うちの犬は。結構今日おとなしいね。そう、うちも思う。鼻に毛入った、めっちゃくしゃみですわ。クーは、今12歳ですよね。12歳です。クーちゃんスパガのデビュー日と同じ誕生日なんですよ。12月22日生まれで、もうね、まあスパガに入る前からもちろん飼ってるんですけど、これは運命だなと
もう思いました。おいで、全然来ないです。全然懐いてませんおいで、おいで、あ、お茶に釣られてきました。この犬捕まえた。よいしょ。本日のゲスト渡辺クララさんです。皆さんこんばんは。あ、ご挨拶だけちゃん。あもっちーさん、東京タワー建ててくださいました。ありがとうございます。ごめんごめん、クーも今大喜びしてます。もっちーさんありがとうございます。嬉しいね、ありがとう。これあげる。ごめんごめん、クーそっちに行ったよ、もうないよ。あちあち、ちょっとクララさん元気になってしまいましたが、もっちーさんありがとうございます。ありがたいわ。今日は私はタイ料理を食べてきました。あのタイ料理大好きなんですけど、いろんなタイ料理屋さんに行くのがすごく好き で仙台でこの間行った美味しいタイ料理屋さんがあったんですけど、そこはちょっと、まだ今日お盆休みだったんで空いてなくって、違うとこに行ってきましたね。噛まれそう、危ない久しぶりに噛まれそうだった。はい、ということで、あの人数が7500人いったので、ちょっと最後にちょっと渡辺クララさん連れてきますね。ちょっと待っててください。いでいでいで、寝てる？あ、渡辺クララさん寝てるそうなので、ちょっと起きました。さあ、ということで最後にね、皆さんスクリーンショットをしていただきたいなと思います。ぜひスクショしてください。イエーイ今日も相変わらず嫌がってますけども、くーちゃんバイバイは？バイバイする？バイバイしようか、みんなに。バイバーイ、見てくれてありがとう。バイバーイ。ということで本日のゲスト渡辺クララさんでした。そういう方もいるかと思うので今日は配信させてもらってるんですけど、くーちゃんおいで。来たの？来たのか、来たか。今くーちゃんが来てくれました。じゃあ挨拶しようか、みんなに。よいしょ。いつも後ろ姿だよね、くーちゃん見て、後ろ姿配信。久しぶりのクララさん。最近ね、ちょっと体調悪かったんだよね、僕ね。でもちゃんと復活してくれたので、これね、渡辺クララさんです。おお、急にいやらしいです。嫌なんだって。あ、知らんか、ケンチさんありがとう。クーちゃんもやってた。そう、最近クーちゃん体調悪かったので元気なかったんですよ。けどね、あの病院とかにお兄ちゃんとかみんなが連れてってくれて無事復活したそうなので大丈夫です。もう今日ちょっと嫌がるコースかもね。はい、皆さんスクショタイムです。ご飯で釣っております。どうでしょう。でちょっとね、あの今日はちょっとクーが調子が悪いのでソロも撮っといてください。イエーイ、ぜひスクショしてください。OK ですかね。はい、そう今日ね、クーね、あんまり出てくれない。よいしょ、よっこらしょっと。悲しい。
悲しい。今日はちょっとくーちゃん調子悪い日だったんですけど、最初にね序盤に登場したので、ぜひねあのまたスクショね送ってもらってね。え、普段はこんなやりがってないですよ。私のこと大好きでもいつもおかえりおかえりおかえりってしょぼりふりふり感じなんですけど、今日も3000人惜しかったな。惜しかった。もう花火上がるってくーちゃん、花火上がるってよ。ちょっと撮るか。よいしょ。じゃあ皆さん、本日のゲストです、クララさんです。皆さんスクショしてください。うん、くーちゃんのこと結構待ってる人多いんだよ。くーちゃん知ってる？イエーイ。くーちゃん、くーちゃん、くーちゃんね、眠いんだよね。はーい、眠いね。眠たいんです僕。僕眠たいね。眠たい。そう。あ、ごめんね、くーちゃん。はい、ありがとう、出てくれて。ありがとね。そう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 。なんですけど。花火来る？くーちゃん、今起きれる？やだ？起きて、くーちゃん。やだ。お願い。一緒。花火が来るんだってさ。いい？その間だけ映ってもらっても。やだ？花火来るって。今だよ花火。来ない花火。せっかくいい感じなのに、一緒に花火をあげたいのに、あげたいのに。来た。花火だよくーちゃん。花火花火。え、来ない。え、来てないよ花火。え、うちもう上がったの花火。え、うちの顔絶対間抜けじゃん。ショックがでかい。顔が、渡辺小梅さんの顔が、くー、かぶってる。クララさん、小梅さん、かぶってるよ。クララさん。もう終わったってさ。もう終わったってさ、くーちゃん。行ってしまった。なんか私の携帯遅いのかも。毛がくすぐ口の中に。田辺さん家の車、あ、吠えちゃった。あ、やった、5位に上がりました。皆さんのおかげでありがとうございますね。くーちゃんにカメラ独占されてた。はい、くーちゃん美味しかったね、ティッシュ。嫌なの。シュンシュン、ハートいっぱいありがとう。皆さんこんばんは。はい、くーちゃんよくできましたね。おいで。ただいま。ただいま。皆さんこんばんは。渡辺クララです。くちゃちょっと息臭いね。息臭いね。くちゃ臭いね。くーちゃんです。クララさんです。わー。クララさんです。みんなにご挨拶してくーちゃん。はじめまして。渡辺クララです。お久しぶりですか。はい、ちゃん、お久しぶりです。渡辺クララです。やあ、はい、そろそろ嫌ですね。くーちゃんです。画質悪めらしい。 Wi-Fi 調子悪いのかな。くーちゃん、今日は仙台ラジオでだったんですけれども、皆さんありがとうございました。今日は滑る兄弟、最初がハピラブラジオから始まってね、くーちゃん、ハピラブラジオ、サウンドジニック、最後が滑る兄弟ということで、ありがとうございました。一日ね、くーちゃんラジオだったんだよ今日。こみちゃん、おいで。ラジオって知ってる？くー、ラジオ聞いたことないでしょ。朝から全部聞いてありがとう、嬉しい。ゆっくり休んでありがとう。今お母さんが目の前で私の夜ご飯を作ってくれています。でも
今日は私はリクエスト何食べたいって聞かれて、なんとスープって言いました。またかっていう、またまたあの伝説のスープが帰ってきます。スープを食べたいと思います。ナビちゃん、タコありがとう。おいで、あれおいで、あれいいものあげる。おやつ、おやつ、あれこれこれおやつだよこれ。はい、あれ来ました。じゃんきょん、トン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 、どっちだ。捕まえたー、やー、おやつに釣られた犬です。この子がおやつに釣られたワンちゃんです。うん、どうした、あーって。クララさんはおい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 、ほほほほほほほ、嫌なのそんなに抱っこが、ごめんね。懐いてる懐いてる、呼んだら来る来るもんね、いつもね。くーちゃん、よし、今日は静かだね我が家。ずっとこんな感じだったの？ねえねえクララさん、あはーじゃ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 ー、あ、ジュッキーありがとう。そう、ムツコウメです、私が。え、そうです、ムツコウメです。やーじゃ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 ー、あーかわいいね。一個か、一個だな。よしよし、おやつなくてもいい子にしてるよね。くーちゃんは12月の22日でなんと13歳になります。13歳、パフパフパフ。13歳になるってよ、くーちゃん。どうする、どうしようね、13歳だって。くーちゃん、おやつ何あげようかな。やっぱり12月でも、12月は年末に帰ってくるから、なんか買ってきてあげるよ。何がいいですか？ケーキ、ケーキ食べる年なの？食うって、おじいちゃんだもんね結構ね。え、食べる？まだ食うって、食べる？犬用の、犬用の。あ、ナビちゃん、クマありがとう。人間で言うと犬って7かけるんだっけ、13×7 だから、3×7 は21、91歳、91歳だって。ケーキ、洋服とね、洋服とかね、着ないんだよ全然。81か91か、おじいちゃん長生きですね。じじい、あ、これクーノなの、これ、クーノティアラ、あー、ティアラがあった、ティアラ、うちのおばあちゃんと一緒。くっちゃん出たくてさ、泣きたな、んじゃんじゃ。なんか長生きだね、偉いねくっちゃん、長生きだね、嬉しいね、長生きできて。結構可愛いよねこの子、顔。68歳だそうです。全然嘘つきました。はい、クララさんは68歳です。あ、ミニチュアダックス見てく、13、おお、ね、3ヶ月の時4歳だそうです。おお、で10歳の時56歳で13歳、68歳、20歳まで生きると96歳になるんだって。すごいね、めっちゃ食うの毛が鼻に入った。
の毛が。くーちゃんは男の子です、ボーイズ。トゥルル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 ゴムです。飼っている愛犬に塩対応されたとです。ゴムです。